こんにちは、DJ 村田です。リンクチャンネルの横山です。はい、岡山来てます。1ヶ月ごとに来てるんですけど前回の動画でかなり好評だった僕は全然嬉しくはないんですけどスタボロにされたやつ、いじめられた動画ありますよね。今回はやり返すってことで、なぜなら横山さん試合が控えてるんですよ。はい、来週10月の16、17ですね。あ、約、はい、半月後ですね、はい、全日本の予選、全日本の予選、全日本選手権予選があるんですよ。はい、なのでそれに向けてちょっと仕上げていくというか、いい練習になればいいかなというので、やり返すつもりだったんですけど、ちゃんと横山さんが全日本を通ってもらえるように僕が卓球をガチで出す、そんな企画です。あ、ということは前回僕がやった、しんどかったからお前もしんどいのやらせてやろうっていう、あ、全然、あ、そういうことだよね。もう全然、あ、もう横山さん強くなってほしい、あ、そういうことで、さらに輝きを増してほしいっていう気持ちしかないです。はい、はい、今回は強くしてもらえると思って、はい、もちろんです、はい、もちろんです、もちろんです、もうそれしか考えてないです。あ、今回は終わりました。はい、はい、まあ、今回は僕は横山さんのためにちょっと腕を使おうかなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。脈拍がどんどん上がって緊張してやってきます。お願いします。え、ちなみに今練習結構やられてるんですか。無ですね。ゼロです。無、はい。あ、無ですか。無です。あ、じゃあ毎日レッスンやってるぐらい。そうですね。球は打ってるけど無、球は打ってるけど動いてはない。なるほどなるほどなるほど、はい、じゃあちょっとウォーミングアップからいきますか。そうですね。はいはい、一本一本いくんで、はい、打ってちょんちょんですか。ちょん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 できます。はい、細かく、はい、ここまでちょん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 で、はい、行きましょう。はい、これ、まず20キロいきます。10往復です。あ、よかった。はい、なんか機敏な動きしたいんで、はい、打ったら、あ、そんな細かく、はい、1、3、4、5で打ってたんで、はい、行きましょう。はい、たたたで行きましょうね。はい、前回僕見ました。10球連続、あさってのほとんど来ましたからね。20球いきます。はい。あ、感覚ないですもんね。感覚ないです。はい、全然感覚ないです、先生。村田さん、166です。大丈夫です。上げるだけ上げていかないと、やっぱり。そうですね。はい、いけないんで。次、10球だけです。5往復です。はい。はい。ランニングできてますもん、終わった後。すごいわ、やっぱり。ああ、いい、気持ちいい。すごいわ。170。心拍数で170もいくんですか。分からなかったですよ。いくらしいです。限界に変えてないですね。はい、これはもうすごいゆっくり大きく一歩一歩いきます。はい、これはもう20キロいきます。はい、はい、もうマックスで20キロしかやらないんで。あ、なるほど。はい、ありがとうございます。全然復習とか考えてないんで、はい、もう20球で様子見て、心拍数見て、はい、それがいいです。それがいいです。めっちゃゆっくりいきます。はい、動き方はどうすればいいですか。動き方は普通に動いてもらったりです。細かくとかじゃなくて、あ、いつも通りの横山さんの動き方だと。わかりました。で、下がったところからで、はい、ちょっと中心ぐらいからで、はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
スナッチ、ムーチェック、ムーラスト、オッケー、素晴らしい、素晴らしい、完璧です、完璧です、すごい、今すごい183です183です。横山さん今183来ました。もう今見た感じフォアはもうさすが横山さん、もう全然ミスないんでもう大丈夫です。はい、もう完璧です。やっぱ横山さんやっぱ一番の自分が安心して自信持って出せる技術ってやっぱフォアドライブですか。いや、そうですね。よくバックが上がった状態じゃないですか、何でもあり込むんですかって言われるんですけど、結局コア強いのはフォアで、純粋に、バックミドルバックフォア、はい、はい、これはちょっと高ピッチでいきます。はい、これ両ハンドでいいですか。はい、もうバックミドルバックフォア、はい、いきます、お願いします。すごいっすわ。気持ちがいい。まだ気持ちいいって言ってます。皆さんもぜひこれ見習って、横山さんを参考にしてやってください。僕がやったやつは参考にしちゃダメです。次ちょっとやっぱスイングスピード落ちやすいじゃないですか。はいはいはい。どうしても僕たち年齢も重ねると、そうですね、スイングスピードちょっと戻していきましょう。はい。はい。で下回転。はい。もう純粋にフォアハンドに送るんで。はい。フループじゃなくて。一発で、はい、はい、いきます。で、ちょっと切ります。はい、はい、お願いします。何球ぐらいですか。はい、もう20です。あ、そうか、20、はい、お願いします。あ、ごめんなさい、え、あれぐらいを、あ、OK です、いきます。おんぶん、おんぶん、ちゃんとハイボール打てるんですよ。いや、切れてる。次の直球はちょっと普段じゃないような下回転を送るんで、少し下がったところから多分グンってくるんで、とかなんていうか普段来ないような下回転を、はい、一発で。もうこれはもうあれですね、体の使い方とを思い出すのと、インパクト強くするのと、スイングスピードを戻すだけの目的です。はい、こっちから出すね、僕から、こうやって出す。これ、人間が上がるんですか。いや、全然横山さん上がります。本当ですか。はい、余裕です。はい、距離はこのぐらいでいいんですか。そうですね、直球出します。はい、こうなりますよね。こうなりますよね。そうです、そうです、そうです。これ、打ってもらう感じですね。はい、これやっぱ女子の選手も結構やるらしくて、監督、はい、そう、身につけるために、高いて速いボール打つのがなかなかできないときに、これぐらい切れたやつをなんとか上げて、うおー、平選手とか、はい、やってるんですか。やってます。この前来たときに出したら、やっぱ、パンってきます。女性に僕は負けられない、負けられない。そうですよ。お願いします。Okay.
うまい、うん、まい、うん、まい。オッケー、すごい、さすがです。いや、いい練習ですね。これうまいですか？めっちゃインパクト強くなるんですよ。うん、もうフォアはまあ、あと1種類やったらもういいかなと思います。はい、スイングスとまあ、やっぱカウンター、どうしてもこう、ね、ループが嫌いなボールとか、どっちでカウンターしてもらっても OK です。はい、はい、まあ、でもできるだけフォアでいきます。はい、いきます。はい、いきます。Oh!
はい、オッケー。よかった、あと2種目です。あと2種目もあるんですか。よかった、あと2種目で終わりです。はい、はい、あと1種目はもうすごい楽です。本当ですか。というか前面に短いボール出すんで、はい、こっちストップしてもらって僕そのボールをオールに返します。はい、それだけです。オールというのは長くも短くも長くもです。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、全然もうゆっくりしてください。すごいね、でもマジでよくできるね。いや、できてないですけど、ね、すごいわ、やっぱり2つ、2つお願いします。はい、足がいかん。行けよ。はい、ダブル突っ張ります。ナイスです。終わりっていうぐらいのメニューになると思います。まあ、出し手も結構重要になると思うんで。どうですか、まあ、確かにこれを毎日できる心があれば、うん、
間違いなく強くなりますね。強くならない方がおかしい。心だよね。心ですね。僕は明日から無理です。強くなれないかもしれない。はい、皆さん、まあ、ここまでできる人は本当にすごい人だと思います。ミスなくね、あの質で出して出す方もすごく練習になるので、卓球練習はこれぐらいやるといいかなと思います。で、今回は横山さんに全日本予選に向けて卓球を出してみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。